こんにちは。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。オーストラリアアマゾン輸出。学歴も年齢も関係なく、どこでも稼げるスキルが身につきます。初心者にも優しい副業。輸出ビジネスは覚えるのは簡単。しかも長く稼げます。まずは無料相談にお申し込みください。8月31日まで無料相談受付中です。こちらにメールアドレスを記入してお申し込みください。サポートの実績。一足先に始めた会員さんの実績をご紹介します。それぞれ、この記事の動画をクリックすると、一人一人の細かい内容、動画になってますけど、まずは一通りさらっと説明します。まず実績1。この会員さんは4年9ヶ月サポートを継続させていただいてます。もともと飲食業やってましたが、コロナの時に飲食業休業状態になりましたんで、その間にオーストラリアアマゾン、取り組んでいただいて、今や月間売上8万2千ドル、年間で98万ドル、販売しています。次に、副業で取り組んでいる会員さん。給料とアマゾン輸出で年収1000万を超えました。割とブラックな企業でね、お忙しいんですけど、そういった中でもアマゾン輸出に取り組んでいただいて、もう、初めアメリカで始めて、今、オーストラリアに切り替わって、さらに、シンガポールとオーストラリア両方やってますけど、9年と11ヶ月サポートを継続させていただいてます。そして3人目。6年9ヶ月サポート継続中。楽天でね、輸入した商品を販売したんですけど、まあ、大赤字になってしまったということでね、アメリカのアマゾン、輸出で開始しました。で、その後、すぐオーストラリアに切り替えて、オーストラリアアマゾンで現在2人の乳幼児を育てながらオーストラリアアマゾンに取り組んでいただいてます。4人目の会員さん。こちらは長崎県のお住まいで失業中にアマゾン輸出を始めて本業にした会員さんです。直近だとね、もうやりたいことがあってお金にならなくてもいいからね、やりたいというようなぐらい、もうアマゾン輸出で稼げるようになりました。そして5人目は、もう12年間サポートを継続しています。初め月15万円の元で初めてね、Amazon 輸出が本業になりました。途中アカウントがサスペンドされてね、別のアカウントを作ったりということもやりましたけど、困難を乗り越えてと言いますか、ね、今やもう、Amazon 輸出を自分でも教えたいですというのでね、教えるような仕事も始めています。そして6人目。もうサポート始めて5ヶ月目、始めたばかりですけど、オーストラリアアマゾンね、外貨を稼ぐ投資と捉えて取り組んでます。5ヶ月まで売上9345ドル。今、1万ドルも突破しています。そして、特筆すべきというかね、自宅に荷物が届くのがね、ちょっと、奥さんの手前、勘弁してくれと、嫌だということでね、納品代行業者を使いまして、そちらに商品を送って、そこからですね、商品をオーストラリアに直接送ってますんで、ほぼ自動化されています。で、7人目は、海外移住を目指してオーストラリアアマゾンを始めました。売上はまだそれほど多くないんですけど、アマゾンブランド登録、商標登録、そしてカテゴリー許可、ね、稼ぐ準備はもう万端に整っています。まずは、どんなサポートをして、あなたならどれぐらい稼げそうか、私があなたをサポートすることができるか、ね、それをまずこちらにメールアドレスを入力して、無料相談に申し込むをクリックしてお申し込みください。日本に住んでるなら、オーストラリアアマゾンで稼がないともったいないです。